年収103万円の壁は解消されるのでしょうか。自民党の税制調査会が初会合を開き、来年度の税制改正に向けた議論をスタートさせました。会合では国民民主党が提案する年収が103万円を超えると所得税が発生する103万円の壁についても取り上げられ、意見が交わされたということです。今後、公明党などの意見も踏まえながら、年末に税制改正大綱を取りまとめる方針です。